てか空気うめえ。てかクマ？クマ？クマうめえ。かかってこいや。人間、どこから入ってきた？我も死ぬ。最後に会ったのが人間とは惨めなものだ。ねえ、その話し方疲れない？絶対疲れるわ。貴様、これ抜けばいいの？もう、おい、愚かな。人間なんぞが神の剣に触れれば精神は…知らねえし、神がいるなら伸ばしてみない！ いくら私の夢でもな、ドラゴンまで卑屈になることないだろ！すみません。しかし助かりました。私は神との戦いに敗れ、この世界に逃げ延びてきました。おそらくあなたは信仰心がないから、あの剣を抜けたのでしょう。本当にありがとう。んなことどうでもいいんだよ。飲め、一緒に飲め、ドラゴン。そして私の話を聞け。飲んでよ。やっぱり女の子だったんだ。まあ一応は。この魔法使うの好きじゃないんですよね。お、いい飲みっぷり。よし、女同士飲もうぜ。女？女だ。すいません。もう怒った、飲むぞ。おっぱい揉ませろ。はい。え、いいの？だから世の中理不尽なのよ。私はこんなに頑張ってんのに。そうだ、言ってやれ。おとなしく終焉させろ。だっこれ、スタッパのミス私にやらせるな。裏の娘差し出せとか言ってるロリコンどもをドラゴンの一般的イメージにすんな。なんで私一人なんだろう。私も一人になりました、この世界で。さっき行くあてあるの？いえ、というよりもともと一人ですので。じゃあ私のとこ来る？行きます。じゃあメイドやって。いい、メイドっていうのは単なるお手伝いさんじゃないの。本来はハウスメイドとかランドリーメイドとか役割が違ってなるのにだって訓練が必要で、そこらのメイドカフェとはわけ。あ、私小林トールです。でね、トール、別にメイドカフェを否定してるんじゃなくて、あれはあれでいいんだけど、メイドって職業や経営者につながりかねないさ。なんで私一人なんだろう。私も一
人になりました。この世界で、さっき。行く当てあるの？いえ、というよりもともと一人ですので。じゃあ、私のとこ来る？行きます！いくら私の夢でもな、ドラゴンまで卑屈になることないだろ！すみません。しかし助かりました。私は神との戦いに敗れ、この世界に逃げ延びてきました。おそらくあなたは信仰心がないから、あの剣を抜けたのでしょう。本当にありがとう。んなことどうでもいいんだよ。飲め！一緒に飲め！ドラゴン！そして私の話を聞け！飲んでよ。山はいいよね。てか空気うめえ。てクマ？かかってこいや！真っ暗だ。なんだ？人間、どこから入ってきた？人間よ、去れ！クリトラスト！まあ、どの道我も死ぬ。最後に会ったのが人間とは、惨めなものだ。ねえ、その話し方疲れない？絶対疲れるわ。貴様。これ抜けばいいの？もう。おい！愚かな人間なんぞが神の剣に触れれば精神ああ、知らねえし、神がいるなら、まあ、なく今すぐ締め切りを伸ばしてみない！やっぱり女の子だったんだ。まあ一応はこの魔法使うの好きじゃないんですよね。お、いい飲みっぷり。よし、女同士飲もうぜ。女？女だ。すみません。もう分かった、飲むぞ。おっぱい揉ませろ。はい。え、いいの？だから世の中理不尽なのよ。私はこんなに頑張ってんのに。そうだ、言ってやれ。おとなしく主演させろ。だこれ、タッパのミス私にやらせる。裏の娘差し出せとか言ってるロリコンどもをドラゴンの一般的イメージにすんな。